みてに頑固なやつだな。ごてん、なんで学校も終わったんか。今日は日曜日だよ。休みか。じゃあちょっと仮にこいつ運転してくれ。いいけど。お弁当弁当。おいカカロット、身勝手の極意はどうした。できねえんだ。何？あの大会で追い込まれて偶然できただけみてえでよ。ほう、ならばこの俺がそれ以上の力を手に入れてやる。待てよベジータ。黙れ。貴様だけは俺より先には絶対に行けせん。ベジータ、俺たちもっともっと強くなれっぞ。当たり前だ。サイヤ人の強さに限界などあってたまるか。限界の向こうへ果てしない挑戦は続く。まだ見ぬ強敵が現れた時、再び悟空たちの冒険の日々が始まるだろう。それまでしばしのお別れ。みんなまた会おう。